解説担当の夜です。聞き役兼ツッコミ担当の暁だよ。同じく日向です。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど。わかりました。そして今回の作品はこれだ。そのラマ文庫のクラッシャー城シリーズからクラッシャー城。第1巻。連帯惑星 P さんの危機です。著者は高千穂遥で。イラストは安彦義和だよ。朝日そのラマより1977年11月30日初版発行だよ。パチパチパチ。著者、イラストレーターについては別動画のダークペアの大冒険を見てくれればと思うよ。了解。というか、またこの本の解説するの、リブートなのかな？いや、前回早川文庫版の時に言ったけど、そのラマ文庫版と違いがあるということで、読み比べてみたよ。なるほど。で、どうだったの？うん。全然別物だった。そうなんだ。文字はこんな感じで普通かな。ふむふむ。イラストは早川文庫版と同じだね。そうなんだ。はい。表紙のイラストは違うんだけどね。確かに。一応ストーリーの大枠は一緒なんだけど、結構違いがあるよ。なので、そういうことも含めて解説していこうと思うよ。了解。さて、本巻の構成は5章構成で各室に分かれているね。ふむふむ。一節あたりだいたい10ページ前後なので、読みやすいね。それはいいね。ではそんな感じで説明していこう。よろしくー。さっきも言ったけどストーリーのあらすじはおおむね一緒だけど、構成が少し違うんだよね。また登場人物も同じだし、特に性格の違いとかはないね。ふむふむ。つまり、構成が大きく違うってことだね。そうだね。どんな感じなの？はい。早川文庫版だとこんな流れです。ピザンの反乱。アルフィンの脱出。クラッシャー城チーム登場。アルフィン確保。ピザンへの移動。ピザン各惑星での活動。アルピザンでの決着。という感じだね。そうだね。全体的にまとまっていていい感じだったね。だよね。一方のそのラマ版は。クラッシャー城チーム登場。ピザンの反乱。アルフィンの脱出。アルフィン確保。ピザンへの移動。ピザン各惑星での活動。アルピザンでの決着。ピザン軍の軍事衝突回避。序盤と後半が違う感じかな。そうだね。それで受ける感じも大きく違うね。細かいところもかなり違っていて、例えばピザンの王位継承権の話も、早川文庫版は最後に出るけど、そのラマ文庫版は女王たちと会った時に、その話が出ているね。なるほど。そういう感じで構成が違うことで全体的な印象も大きく違ってくるよ。つまり同じような本を2冊読んだけど受ける感じは違うってことだね。そうだね。ちなみにどっちが面白いの？難しいね。早川文庫版はよく整理できていて、熟成された面白さがあると思う。ワインか。そのラマ文庫版は荒いけど、若々しくて面白いと思うね。正直どっちも面白いけど、無理やり優劣つければそのラマ文庫版かな。そうなんだ。このあたりは好みかと思うので、好きな方を読んだらいいと思うね。確かにね。でもこの本って半世紀近く前の本だけど、まだ入手できるの？できるよ。概要欄にリンク貼っているけど、Amazon でも中古で買えるよ。それはよかった。で、おすすめランクはどれくらいですか？そうだね。S、A、B、C、D と分けると、これは S だね。よかったんですね。正直荒いところもあるけど、それが逆にいいスパイスになっているよ。なので、読んでいても楽しかったね。それは良かったですね。こういう面白さって大事なんだよね。次が読みたいって思えるからね。そうですよね。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、あったねー。